次に斉藤元議員に質問を許します斉藤元議員私は日本共産党議員団の一員として 先に通告した事項について質問いたします。まず、会津若松市公設地方卸売市場の活性化についてであります。会津若松市公設地方卸売市場は、昭和50年9月30日に開設し、以来39年間にわたり、会津地域における唯一の公設市場として、本市のみならず、 市内人口約29万人の台所に直結する生鮮食料品等の重要な供給拠点として存在していますしかしながら近年流通形態や小売形態の多様化により生鮮食料品の市場経由率の減少また平成11年の卸売市場法の改正による相対取引の規制緩和などで 市場を取り巻く状況は厳しさを増しております。本市公設市場が再び活気を取り戻すためには、少子高齢化、人口減少など、本市及び会津地域を取り巻く今日的課題と、公設市場が持つ機能をコミットさせる対策こそが必要と考えます。そこで市場の 現状と活性化のののための課題についいての認識を伺いますまず、市公設地方卸売市場の位置づけと、同市場が果たしている役割について、改めて認識をお示しください。流通問題研究者の吉田秀武氏は、卸売市場経由率が下がっている原因について、卸売市場は歴史的経緯からして、冷細な生産者や 小売り商に対する公平性の確保と、都市における消費生活の安定のための公設卸売市場を確保するという政策が車の料理人だったが、その前提が崩れてきていることにあると指摘しています。吉田氏はこれをさらに具体的に、零細な生産者や小売り商のための公平性よりは、大型出荷や大型小売企業、 大口需要者への供給の効率性と経済合理性、すなわち、セリや入札ではできない大量に買う相手に対する安値提供と事前予約を重視するように制度的にも変えてきているために一方では市場外流通との区別が薄くなり他方ではまだ残る公平性原則のために大型流通が 拡大している今日においては、時代遅れという評価となって、軽視されようとしていることと説明しています。そこで、このような状況が、本市場においては、どのように現れているのか、生果水産、花器についての市場の取扱量と取扱高の変化を、ピーク時と平成24年度との比較でお示しください。 併せてその変化の要因をどのように分析しておられるのか認識をお示しくださいまた同様の視点で伺いますが農林水産省の卸売市場データ集によれば野菜果物鮮魚の生鮮食品の競り比率がこの15年間ほどの中で大きく低下していることが示されています本市場における競り比率について 市場開設時と平成24年度との比較でお示しください。また、その変化の要因をどのように分析しておられるのか認識をお示しください。市の平成25年度行政評価では、地方卸売市場事業について、公設市場として会津地域における食料の安定供給の役割を果たすため、 新たな卸売市場活性化プランを策定するとともに、活性化に向けた販路対策など、場内事業者と連携して取り組みながら、効率的な市場の運営を図ると述べていますが、市場活性化のための課題について、これまでどのように整理をされてきたのか、認識をお示しください。また、市は市市は場を市民に開放するなど、 市場の活性化にも一定の取り組みをされてきましたが、それは今後においても市場の活性化のために有効なことなのか検証することが必要です。これまで市が取り組んできた市場活性化の事業について、どのように評価をされているのか、総括をお聞かせください。次に、指定管理者制度の導入についての認識を伺います。指定管理者制度の導入が進んでいるのは、 公設地方卸売市場と言われていますそして、その共通した背景として挙げられているのは、取扱い規模が小さい、または減少して、卸売市場としての存在感が薄くなっていることです。そのようなところでは、入場業者の経営も厳しくなっており、使用料減額により、経営支援をするために、指定管理者制度が導入されているということです。 本市場においても、平成28年度から指定管理者制度を導入するとされていますが、制度導入によってもたらされるメリットとデメリットについて、どのように整理されているのでしょうか、認識をお示しください。卸売市場においては、特定の大型小売企業や大型出荷団体が優越的地位を乱用することのない、公平な取引が大原則になっていると。 理解しています指定管理者制度によっても公設市場としての公平性を保たれなければならないと考えますが認識をお示しください合わせてその公平性はどのようにして担保するつもりなのか認識をお示しください次に今後の対応について伺いますまず市場活性化のために今後どのような取り組みを行うのか 指定管理者制度導入前と導入後の対応について、それぞれどのように認識されているのかお聞かせください。また、大型スーパーなどの大型流通企業が中心となった流通形態が拡大している今日、卸売市場が時代遅れになりつつあるという意見があります。また一方では、高齢化社会が進行する中での 地域共生型流通の取り組みという考え方を軸として、流通の在り方を根本から問い直すことが必要だという意見もあります。公設卸売市場の活性化のためには、市自らが市場関係事業者や小売店、消費者などと連携し、公設卸売市場のあるべき姿を構想し、課題を克服することが必要と考えますが、認識をお示しください。 次に、小中学校プール用水の水源確保のあり方について質問いたします。港小学校、港中学校のプール用水は、沢水を水源としています。毎年、プールの利用が開始される直前、農繁期の忙しいさなかにもかかわらず、PTA の方々が、プール用水のろ過によって、お泥の溜まった歴砂を洗うために、 消防の小型ポンプまで動員して朝早くから集まって作業をしています。大変な重労働で、その奉仕の精神には頭が下がります。しかしながら、子供が夏場毎日のように利用するプール用水の衛生管理をこのような方法で続けることは問題です。以下、そのような観点から市の認識を伺います。まず プール用水の水源と衛生管理の現状についての認識を伺います。第1に、本市における小中学校のプール用水の水源の現状をお聞かせください。第2に、水道水以外の沢水などを水源としているプール用水では、衛生管理がどのように行われていますか、認識をお示しください。第三に 水道水以外の沢水などをプール用水としている小中学校について、市は今後どのように対応し,てしようとしているのでしょうか。認識をお示しください。次に、プール用水をすべて水道水に移行させるための課題と、今後の対応について伺います。まず、プール用水を直ちに水道水に移行さ,れさせられない理由について、認識をお示しください。 最後に、プール用水を水道水に移行させるために、市は直ちに課題解消に取り組むべきと考えますが、認識をお示しください。以上ででりりの質問を終わりますここで あらかじめ時間の延長をいたします市長、えー、斉藤元議員のご質問にお答えをいたしますはじ、えー、めに会津若松市公設地方卸売市場の位置づけと役割についてでありますえー、本市場は会津における唯一の公設市場としてえ収貨文化価格形成販売代金の決済 需給情報の収集伝達、さらには地域の雇用の場としての機能も有しており、会場以来、本市のみならず、会津地方全域の消費者に対する生鮮食料品の供給拠点として、大きな役割を担っているものと認識をしております。次に、生花、水産、か期の取扱量と取扱高の変化、その要因についてであります。 まず、取扱い量と取扱い高のピークにつきましては、成果部が昭和62年度の取扱い量で約5万2500トン、平成3年度の取扱い高で約111億9400万円であり、水産部は昭和51年度で1万8700トン、 平成3年度で約121億3100万円であります。また、開設時期が異なる下記においては、取扱量、取扱高ともにピークが平成9年で870万本、約5億9800万円であります。その後、取扱量、取扱高ともに減少傾向にあり、平成24年度をピーク時と比較いたしますと、 成果部は約、取扱量約2万3400トンでピーク時の45%取扱高約48億9400万円でピーク時の44%水産部は取扱高約1万1200トンでピーク時の60%取扱高約43億9500万円でピーク時の 価柿部は取扱量約523万本で、ピーク時の60%、取扱高約4億4300万円で、ピーク時の74%となっております。これらの要因につきましては、会津地域の人口減少に伴う生鮮食料品の消費量の減少、大型量販店や外食産業進出による小売店や飲食店の低迷、 流通経路の多様化による市場外流通の増大や市場経由率の低下などが考えられ、さらには原子力発電所事故による地場農産物への風評被害も低下の一因と考えております。次に、本市場における競り比率の変化とその要因についてであります。成果部における平成24年度の競りによる取引割合は、金額ベースで12%となり、 統計データの存在する平成14年度からの、十4年度のン5から約4分の1に低下している状況にあります。また水産部、下記部につきましては、開設当初はともに競り取引が行われておりましたが、現在は相対のみの取引となっております。競り比率低下につきましては、大口需要者の求めに応じて、取引時間の制約を受けずに、 大量の入荷物が安定的に取引できることから、食品加工業者、大型量販店等との相対取引の比重が高まったことが要因として考えられるところであります。次に、市場活性化の課題についてであります。平成20年9月に、市場活性化の基本方針である、公設地方卸売り市場活性化プランが策定され、プランに基づき、各種施策の取り組みがなされてきたところであります。 市場の活性化に向けては、出荷者や需要者の情報の共有化に加え、多様化するニーズへの対応の遅れなどの課題に対し、開設者である市と場内事業者が共通の認識を持って、その解消に向けて一体となって取り組むことが必要であると認識をしております。次に、市場活性化に向けた取り組みの総括についてであります。昨年度から市場の将来のあり方を議論するため、有識者の方々による ア津若松市公設地方卸売市場運営検討懇談会を設置し、学校給食センターへの市場経由での納入や、小売店不在区域での移動販売の実現、定期的な市場開放事業の実施など、活性化プランに基づく各種施策の検討評価をいただいたところであります。その中におきまして、現行の活性化プランは、具体的な数値目標や目標年次、 事業主体、それに伴う明確な役割分担などが不足しており、さらなる検証の上での、より実効性の高いプランへの改定が必要とされたところであります。そのため、本年度の市場運営検討懇談会では、活性化策と効率化策を主眼とするプランの改定に向けてご検討をいただいているところであります。次に、指定管理者制度の導入に伴うメリットとデメリットについてであります。 まずメリットにつきましては、人件費をはじめとした運営経費の削減や市場を取り巻く環境の変化に的確に対応した自主的な経営判断と弾力的な事業運営が図られるものと考えております。一方で、受け皿となる指定管理者の体制整備とともに人材の確保、育成が急務となっており、今後、場内事業者との連携を深めながら、 円滑な制度導入に向けて取り組んでまいりた、いと考えておりますますた制度導入後においても、安定かつ安全に生鮮食料品を供給できる施設機能の維持が必要不可欠であることから、開設者の責務として、適切な施設の改修と機能強化に努めてまいりたいと考えております。次に、指定管理者制度の導入に伴う公平性の確保についてであります。指定管理者 の導入にあたりましては、過度な効率化により、機能やサービスの低下を招かないことが前提であり、市と指定管理者が行う業務の範囲を精査し、設定する中で、行政処分等に関わる業務については、引き続き市が担い、担保すべきものと認識をしております。また、公設市場としての責務を果たしていくために、地元の出荷業者や小売業者に対する 公正かつ公平性の確保についても十分留意しながら信頼関係の構築に努めてまいります。次に市場活性化に向けた今後の取り組みについてであります。えー、本年度中に市場運営検討懇談会から活性化プラン策定に関する検討結果が報告される予定となっておりますので今後は報告書を市場運営の指針として捉えその内容の精査とともに 優先順位や熟度を検討し、場内事業者との合意形成を図りながら、各種事業の具現化に取り組んでまいりたいと考えております。また、指定管理者制度の導入後につきましても、指定管理者との連携のもと、開設者の責務として、活性化に向けた取り組みの推進に努めてまいりたいと考えております。次に、本市場のあるべき姿についてであります。本市場は 日常生活、欠かせない生鮮食料品を、公正な取引と合理的な流通経路により、より適正な価格で安定供給し、市民はもとより、会津地域全域における住民生活の安定に資するという役割を担っております。市といたしましては、場内事業者との連携のもと、開設者として必要な施策を講じていくものであり、関係部局との連携による地元出荷者、 小売業者の育成、さらには消費者である市民の皆様の利便性の確保も含め、地域に根ざし、多様な流通形態にも対応できる公設市場として維持、発展させてまいりたいと考えております。なお、その他のご質問については、主観者よりお答えを申し上げます教育部長、えー、お答えいたします。 プール用水の水源確保のあり方についてであります。プール用水の水源につきましては、小中学校プール全29施設のうち、26施設が水道水、2施設が沢水、1施設が井戸水を用水としているところであります。次に、沢水を水源としているプール用水の衛生管理についてであります。沢水を用水としている港小学校及び港中学校のプールにおきましては、 砂ろ過により用水をろ過し、プールに供給しているものであります。また、水道水を用水としている他の小中学校と同様に、ろ過循環浄化装置の運転によるプール水の浄化を行うとともに、プールを使用する6月から8月にかけて、契約業者による月1回の水質検査を行っているほか、プール使用開始前に残留塩素や pH 値との 等の検査を行っているところであります次に、沢水をプール用水としている小中学校の今後の対応についてであります。学校から水道水泳の移行の要望がある港小学校及び港中学校につきましては、衛生管理に伴う作業の軽減や、より安定した水源の確保を図るため、水道水泳の移行の必要性は高いものと考えております。また これまで一日当たりの最大給水量を増加するための変更認可を受けるなど移行にかかる環境も整ってきたところであり今後他の学校のプール設備にかかる改修案件との優先度を慎重に判断しながら水道水への移行を検討してまいりたいと考えております次にプール用水を水道水へ移行させるための課題と対応についてであります港小学校及び港中学校のプール用水の 移行においては簡易水道施設を利用することになりますが使用水量が多いことから水道供給地域への影響が少ない利用方法の検討や既存水道設備に与える影響等を慎重に判断した上での移行が必要であると考えております次に課題解消への取り組みについてであります水道設備の状況等につきましては町内等において十分な確認を行うとともに その内容を踏まえた水道の利用について、学校や地域住民への説明と協議を行いながら、円滑な移行に向けた調整を行ってまいりたいと考えております。以上でございます斉藤元議員。えー、まずあの、港の小中学校のプール用水でありますが、まあ、市においてはあの、今後、水道水に移行すると。 ただ、そのための課題としての整理の仕方されているということでね、安心をいたしました。あの正直に言いましてあの、26年度から私は移行するものと理解していたところ、そうではないというところが分かったので、今回の質問をしたわけでありますが、いずれにしてもですね、あの早急な対応を改めてこれは要望しておきたいと思います。そこで次にあの えー、公設卸売市場でありますけれども、えー、課題の整理の仕方はいろいろおされていて、それはそれであの正しいと思うんですが、まずあの大事なことは、単にですね、あのよもやあの市長はじめ、当局の皆さんはそんなふうに思ってはいないんでしょうけれども、公設卸売市場を存続させるために指定管理者制度を導入したり、なんだりっていう、そういうことでは 市場の活性化にはなっていかないわけでね、で、えー、壇上でも申し上げましたけれども、今あの、高齢化が進んでいる中で、歩いて暮らせるまちづくりというためにも、ですね、えー、身近なところに、えー、小売店、生鮮食料品の小売店が存在すると、こういう社会状況をやっぱり作っていかなきゃいけないし、えー、残していかなきゃいけない。 えー、残念ながら残していくには、ちょっと時間も経ちすぎた面もいっぱいありますけれども、それでも今現在、やはりこう街中で頑張っておられる方々にとって大事な、えー、生鮮食料品の供給基地としての市場の存在があるわけであります。そういった市が目指す、えー、コンパクトシティにもつながる話でもありますし、そういった点を踏まえながら、ぜひ進めていただきたいというふうにまず要望はして、要望しておきたいと思います。 でその上ででありますけれども、市、え、場、ー、におけるその公平性、これが本当に確保されていかなければ、活性化にはやはりなっていかないのではないかという視点が大事だと思うわけでありますね。えー、今後のあるべき姿の構想という点について、ですね日常生活に欠かせない生鮮食料品を安定的に供給していく。えー そういう存在として、これからもですね、あの市場を活性化させていくために取り組むっていう姿勢は示していただきましたけれども、まさにその示されたその中身が危うくなっている、ここをどう認識してどう変えるんだ、これが問われているんだと思うんですよ。つまり、市場経由率が下がっていることや、あるいはセリひ率が下がっている、そのことが場内業者の利益収益率性を下げたり、それが、 だんだんとですね、あの、えー、なんて言いますか、えー、マイナススパイラルになって、今の姿があるということを考えれば、改めてしっかりとした方針を立てていく。絵姿をきちっと書いていく。これが、先ほどの答弁にもあったとは思いますが、改めてどんな絵姿をどこで誰がどういうふうに作っていくのか、えー、お聞かせいただきたいと思います。農政部長。 えー、公設市場についてのお尋ねでありますけれども、今、あまあ、先ほどの答弁でもさまざまな課題についてお話をさせていただきました、でこの中で今お話しいただいた、あいわゆるその公平性の確保という,う、まあ、一つの見方あということで、えー、お答えをまずさせていただきたいと思いますけれども、えー、今、ご案内のとおり、スーパーなど大型あ量販店のまあ取引割合が高まっているという中です、ね、で えまあ特にその公設市場の役割として、す、ま、べ、あ、ての売産に対して、ですね、まあ、いわゆるその公平性なり、透明性の確保というものについては、大変重要な観点だろうというふうにまず受け止めております。で条例においても、ですね、えー、まあ市の公設市場の条例においても、この売買取引の原則の部分とか、あるいは売買取引の方法についても、基準を設けですね、 こういった不利益のなんない、まあ、基準ということで取引をいただくというようなことでまず示されております。で、その中でもいろいろ市場経営率の低下なり、整理比率の低下ということの問題も申し上げましたけれども、まあ、いかんせん経営率の低下、まあ、市場外率の増大とかですね、あるいはまたスーパーなど大型量販店の取引割れが高まっている中ですね、いわゆるその納入時間とか、 えー、さらに取引時間、まあ、大量仕入れ等の問題、ですねどうしてもお早く、まあ、あ品揃えをしなくちゃいけないということで、えー、一定程度、その市場運営の効率化という視点からも、ですね、えーまあ、いわゆるその相対取引きが増えてきている現状でございます。ただ、いずれにしましても、市場が多様な、まあ、取引に対応できるということで、まあ、一つは現実的にやはり大型量販店のお高まった中、ですね、まあ、現実的にはそこらへの対応ができ出てくると。 ただ一方で、まあ、先ほど、斉藤議員からのお話ありましたように、えー、まあ、いわゆる高齢者あ世帯の、いわゆる介護の弱者という視点からもですね、まあ、いわゆる地域に根ざした、まあ、流通形態のあり方、まあ、これ相反するような、まあ、考え方になろうかと思います。で、いずれにしても、ここら辺のそのバランスも含めてですね、これは市場法の中できちんと、適正の中で、透明性の中で取引いただくと。で、ここら辺もですね、えー、まあ、いろいろ解釈の問題がございますが、 えー、特に卸,卸市場の中の取引については、あ毎年定期的にです、ね、県の方からも市場卸売業者の方にですに、ね、指導、監督、業務が毎年入ってきますから、当然、えー、財務状況も含めて、市場取引の適正化に向けてです、ね、えーまあ、指導がなされておりますので、えーまあ、こういったことも含めてです、ね、まあ、公平性の確保、さらにはまあ今後、市場のあるべき姿ということで、えーまあ、そういった方向の中で取り組んでまいりたいというふうに考えております。 斉藤元議員、あの先ほどの答弁の中でもその過度な効率化に進まないよう、そこはあの、えー、効率化優先っていうようなことではないという答弁もあったかと思います。えー、そういった中で改めて伺いたいんですが、その相対取引今の部長の答弁でもね、その市場の やっぱり効率化の一つとして、その相対取引の活用もされているというふうにも受け取れる答弁だったんですけれども、しかし、市場の活性化にとって、競り比率が高いということは、あ,のある意味、バロメーター、競り比率の高さというのは活性化のバロメーターであろうと思うんですね。で平成11年の法改正にによって、えー、基本的にはその競りと 競り入札が原則廃止になったわけですけれども、しかし物に、あの物品によっては、これは競りにかけなさいよこ、この物品の何割は競りにかけなさいよ、これは競り以外でもいいですよと、相対でいいですよというような、そういったあの指定もされながら、市場で、本市の市場においてもやっていると思うんですね。そういうい一定の基準ががありながらならおかつ こうどんどんと競り比率が下がっている、この要因として、市場、卸売業者の買い取りが増えてしまっているということを聞いてます。その要因は、この買い取りが増えている要因は、どういうふうに認識されていますか。農政部長 まあその買い取りというか、いわゆる買い付け集荷という考え方になろうかと思いますが、これにつきましても、平成16年の市場法改正の中で,で、この買い付け集荷の自由化ということが改正がなされた、その以前は、一定程度委託ということを基本としながら、買い付けについては一定程度条件が付されていたということであります。こうした中です、ね 当然、まあ、今の流通状況、産地の大型化とか、ですね今ほど申し上げました量販店の伸びということも含めて、こういった市場のいわゆる効率化に対応すべく、ですね市場改正の中で、この買い付け中間の自由化という考え方が示された。で、この中で、すね本来の,その売買取引の方法ということで、市の公設市場の条例等においてもですね、 その取引の方法ということがあ条例の中で整理されて、あと規則の中で具体的にどういうものが、どういう形で取引できるのかとで、一例申し上げますと、22条の2の,2号,の2号という形の中ですね、まあ、当日のオルチュール予定する量の一定割合に相当する部分についてはです、ね、規則を定める中で、えー、整理が7割以上、まあ、それ以外、相対取引というような基準もございます。 でさらに産後の中でもです、ねえーまあ、規則で定めるということになりますが、買い付け物品等については、整理または相対取引だということで、まあ、非常にその相対取引等の部分がです、ね、割レー愛が増えてきたということもございますけれども、えーまあ、先ほど申し上げた買い付け等についてはです、ね、そういう背景になっているということでございます。斉藤元議員あの現状の取引形態があの あるいは市場でのその流通形態がそのようになっているっていうこの状況の中で活性化が果たしてあるのかとそこから出発すべきだというふうに思います。まあ、今後改めてあの活性化プランの見直しっていうこともね示されていますからぜひあの。 えー、そういった現状のまま推移していくことは活性化にならないという認識を持ちながら、活性化プランの策定は進めるべきだと思いますが、その点についての認識だけを伺って終わります農税部長。 えまあ市場の活性化ということのお話でありますけれども、いずれにしましても、先ほどこの話ありましたけれども、28年度からの指定管理者導入を前提するという形の中で,で、いずれにしてもその形態だけではなくて、いかにして市場の活性化を図っていくのかということが大きな課題ということであります。先ほどどのににもも申しし上げましたけれども25年度においてですねえまあ市場運営検討懇談会の中で こういった活性化の方向に向けてです、ね、さまざ、あ、まあ、ご議論いただいて、えー、今年度中に報告書ということで、えー、報告を受ける予定でございますので、それらを踏まえてです、ね、今後、市場活性化に向けて、まあ、場内業者の連携も含めながらです、ね、さらには市の派閥役割も含めて、十分検討させていただいてです、ね、今後、市場の活性化に結びつけられるように取り組んでまいりたいというふうに思っております。 暫時休憩いたします。再開を十七時二十分といたします。